こんにちは、お疲れ様です。今回の舞姫大学はリーマンショックをちょっと振り返ってみようかと思いますね。えー、前回もナミさんからリーマンショックについての、まあ、動画の方を送られてきたんですけども、当時ね、リーマンショックってのは何なのかわからなかったんですけども、私的に振り返ってみると、2点にちょっとね、ポイントが絞れるかなと思います。一つはですね、たった一人の個人が経営者とか、うん、経営役員とはいえですね、数十億の報酬を 年額で受け取れるものなんだななっていう風ところですよいやこれはね一つ大きな可能性を私に感じさせたんですよもちろんそれが、うん、法的にモラル的にどうなのかなってことはちょっと考えが及ばなかったところなんですけどもでも当時はね個人でも10億単位で稼げる時代が来たんだなっていう風にかなりね希望を持ったそんな瞬間でしたねで2つ目はやっぱり勉強ができないと簡単に罠に落ちるってことですというのがね サブプライム層、まあサブプライムって言葉が当時は聞き慣れなかったんですけども、要するに、年収400万以下の方に対しても、住宅ローンを組ませちゃえっていうふうなね、非常に返済として、適当なのかどうかわからないような仕組みを作ってしまったってことなんですよ。いや、これはね、何段階にも問題が及ぶんですけども、まあ、振り返ってみると、当時はそういうことが見抜けなかったってことと、やっぱりね、低所得者であっても、 家を持ちたいという気持ちに、あなたでもローンが組めますよっていうふうに言われたら、なんかね、自分が一人前に評価されたみたいな自尊心がくすぐられるわけですよ。ですんで、そこには、じゃあ、頑張って家を持とうかなっていう気持ちが訪れてもおかしくないかなと思うんですよね。でも、しっかりと自分の年収とこれからの人生設計を考えた時に、いや、待てよと。家を持つってのはどういうことかと。一戸建てを持って、それに対する税金もかかるし、 防犯もしなななければならないそして家を持てばもう移動もなかなかできない引っ越しもできない住宅価格は下落するかもしれないしそもそも自分の収入で家を持つとなると収入毎月20万なり30万なり入っていたものの3分の1ぐらいがもう家賃として消える家のローンとして消えるっていうことなんだな本当に大丈夫だろうかって考えると同時にまだ先があるんですよねそれはですね家を買うと付随していろんなものがね 家の中に絨毯、ソファーまあもしかしたらテレビとか冷蔵庫とかこういったものを自費で買わなくちゃいけないなと賃貸とは比べもにならない負担がかかってくるなそして住宅は修理もしなきゃならないのと長い間住んでるとちょっと床が傷んできたりとか天井水漏れしたりとか当然ありますんでねそうなるとそのたんびに追加料金かかってくるわけですよ賃貸だったら綺麗なところに引っ越したら終わりなんですけどもでも本当に所有する家って大丈夫なんだろうかまさにねそれが起きたわけですよ 家を無理して所有したんだけども、でも、みんなが家を持ち始めたんで、今度は家がね、価格が上昇するのと同時に、気楽のリスクもあるわけですよ。というのが、みんなが欲しがれば価格が上がります。それが家です。でもみんなが持っちゃうと、みんなが持ってるんで価値は下がるんですよ。このロジックが、やっぱりね、勉強してないと気づけないんですよね。今この瞬間、自分の自尊心くすぐられたから、あ自分も一流の、一一発のね、 アメリカ国民の仲間だって気持ちになるんですけども、でもやっぱりこれは身分でも何でもなくって、自分がね、無理したローンを組まないと手に入らないものはいらないよねっていうふうに考えていかないといけなかったんじゃないかなと思うわけですよ。やっぱりね、一個立て持ってみて思いますけども、結構ね、見えないコストがかかりますね。それが見えてきますね、うん。まあということでございましてね、うん。サブプライムローン問題、リーマンショック問題。いや、本当にね、金融の世界では、 その世界にいる人が作り上げた理論理屈で世界が翻弄されてしまったなっていうことです。ほとんどの方は金融の、そして投資の専門家ではないですからね。わからないわけですよ。で、プロが素人を騙した。プロが素人から盗んだと言ってもいいような、そんな冷たい事件でしたね。そうならないような、そんな冷たい世の中が続かないことを願います。それでは。